はい、こんにちは。えー、ということで今日もね、声の経のウラレズチャンネルを始めていきたいと思います。えーっとですね、まあ、あのー、非常にこの前の柏戦に引き続きですね、いい試合をしていたんじゃないかなと思います。ただ、あのー、真ん中で、えー、平野だったり、 小泉だったりがうまく受け入れてた時間帯が長く続いてたんですけど、またね、この前の柏線と同じようにちょっと真ん中対応されてしまったので、え、まあボランチを2枚にするという対応の仕方をね、柏線もそうですけど、え、広島もね、同じやり方をしてきて、まあそっからこうどうなるかなと思ったんですけど、前回の試合はそこでなかなか、その修正、相手が修正して,してきたところを崩せずに、結局終わってしまったなという印象があったんですけど、今日はですね、まあいつもと違ったところで言うと、ユンカーが入ったところ、 で、えー、結構そこが、えー、まあ、ボランチのところを飛ばしてね、結構、あの、縦に一本でバーンみたいなのができていたので、やはりユンカーが入るとそういう対策をされた時に、えー、パスを繋ぐだけじゃない選択肢ができるっていうのは一個でかいかなと思いました。まあ、個人的には、もう少し小泉とユンカー去年非常にあの二人で、二人だけで得点いってたみたいなシーンもよく見てたので、そこのね、あの小泉とユンカーの、こう、コンビをもうちょっと見てみたかったなっていうのは個人的にはありますけど、まあ、ただ、 代わりに入った江坂だったり、ええー、と、松尾、えー、とか、柴藤とかね、あのー、が入ったことで逆に言うと、すごくみんな足が動いて、あの、最後めちゃくちゃ押し込んでたんで、あとは点だけだなというところで、シュートも打ててたし、うん、いいシーンもたくさんあったんで、ここ最近の中ではね、非常に、 すごくいい試合だったんじゃないかなと思います。まあ、あの、広島もすごく守備が硬かったんで、最後のところ、こう、コースに体を投げ出されて、コース限定されて大阪が止めやすいようになってたシーンもありましたし、単純に大阪がナイスセーブっていうところもありましたし、まあ逆に、西川もね、うまく止めたシーンもたくさんありましたし、あの、まあ、キーパーが、 こう、結構活躍した試合だったなというふうに思いますね。まあ、この今日のレッツの結構し積極的にシュート打ってたと思うんですけど、やっぱりこの姿勢が見たかったなっていうのと、まあ、広島の三田もめちゃくちゃ打ってましたけど、やっぱああいう姿勢、あの三田みたいにあのシュート打ってほしいなと思ってましたけど、まあ、シャルクだったり、え、いろんな選手が今日結構積極的に打っていっていたので、まあ、それは雨だったからか。 みんな狙ってたのかわかんないですけども、雨とか関係なく、普段から今日の試合ぐらいシュートどんどん打っていってほしいなと思いますね。あのー、だいぶそれで結構相手の、 あの、陣地に押し込めてたし、最後の方はサイドバックもね、あの、ちょっと、今日ずっと秋元が藤井のところを押さえてたんで、なかなか上がれなかったんですけど、まあやっぱ秋元が上がって結構いくつかチャンスを作れてたし、最後の方はほんと押し込んで押し込んで押し込んでるサイドバックがこう、なんかうまく、あの、前のゴール前に上がってきて、まあ真当たりもそうですけど、っていうシーンがほんとに、あの、多く見られたので、ええ、あの、で、前に選手がかけれてるけど、じゃあ、 次は何か必要なんだってなった時に、まあ今日本当に公式ラインでもいろんな人と話してたんですけど、やっぱこう、追い越す動きだったりっていうところが、一個キーになってくるのかなと思って、まあ秋元がね、一個あの岩波からのロングボールで終了間際、あの裏に抜け出していいトラップをして、っていうところで、やっぱ秋元しかいないんですよね。そこ内側をインナーラップしてくれる選手が一人いれば、ユンカは中にいなきゃいけないんでね。あの、 クロスに対して中に入ってほしい選手なので、ボランチだったり、えー、もう一人、もう一人、あそこ内側ランニングしてくれてれば、あの、完全にフリーで深いところからクロス入れたと思うし、逆に広島がそういう風に、あのー、 柏とかが持った時にインナーラップをした選手、藤井とかが持った時にインナーラップをした選手に出して、パスを出して、ペナルティーエリアの深いところからクロス上げてチャンスみたいなシーンを非常にね、広島が多く作ってたので、えー、そういう意味では、レッツもちょっとあの、同じように、あの、できるチャンスはいくつもあったんですけど、やっぱそこでインナーラップがないことで、あの、せっかく、そういうね、岩波から一発でいいロングボールが入って、チャンスになりそうな場面があったとしても、ちょっとあの、結構、こう、難しい、点、あの、 難しい感じで追い込まれちゃって結局無難に横パスをして取られたりとか、えまた組み立て直しだっていうシーンが、まあ今日も本当多かったので、まあ一個解決する策としてはそこの、うーん、やっぱサイド出た時のあのインナーラップする選手たちがもっともっと出てきてくれればというところではありますね。それだからサイドハーフの選手が、こう、まあ中で、 引いてきて、あの、受けて、で、サイド、サイドバックの選手をより張らせて、まあ、サイドバックの選手が持った時に、サイドハーフの選手はそのまま中に入っていってもいいんで、その、そこの、間スペースのインナーラップのとこにボランチの選手が走ってくるとかね。っていうシーンがもうちょっと見れればよかったなと思うんですけど、まあ、平野は出してとしてあれなんで、まあ、ただ、伊藤がどっちかっていうとそうやってゴール前に出ていける選手なので、今日は伊藤と平野っていうその、まあ、結構いい組み合わせだったんじゃないのかなと思ったんですけど、まあ、伊藤が割とゴール前まで出ていったシーンもまあ、ありましたけど、 ちょっとね、最後のところ制裁を書いてとか、まあ、あと今日ちょっとあの、やっぱ一個思ったのが、その、ま、結構前々から言ってるところでもあるんですけど、ちょっとしたパスのズレだったり、その、そのパスは何の意図があってっていうパスがたまにやっぱショートパスに関してあって、レッツは、その、そこもうちょっと、その、なんだろうな、特に真ん中付近で、今日僕が一個気になったのは伊藤のそのパスだったんですけど、ま、ほんとただの一個のプレイなんですけど、前半の時にね、こう、 平野に出したパス、横パスが、ちょっと後ろにずれちゃって、平野が前に行こうとしたのにちょっと戻ってこう、ボールをね、もう一回、こう、一回、スリータッチぐらいしないといけないみたいなシーンがあったんですけど、あそこしっかりと、平野が前にパワーを持っていけるように、スルーパス気味にちょっと、ちょっと前目にパスを出してあげてればね、伊藤が。えー、そうすれば平野がそのまま前を向いた状態で、いろんな選択肢を持ってたのに、と思って、やっぱそういうちょっとした細かいとこ細かいところが、結構ずれてしまって、あのー、<coughs> なんて言うんだろうな。うーん、次のプレイに移れなかったり、次のプレイの選択肢が狭まっちゃったりっていうところがもったいないなぁとほんと思ったんで、あの、全体的な戦術とかはちょっとまだ、僕はあんま詳しくないんでわかんないですけど、そういうちょっと、うーん、パス一つに関しても次のプレイをしやすいように、あの、トラップパスに関してやっていけ、いってほしいなっていうのは個人的には思いました。はい。ただ、あの、すごく今日もでしたけど、この前の柏戦もですけど、いい試合だったなぁとは思います。あの、こう、 うーんまあ、シュート本当に何よりも積極的に打ってたのが良かったなと思いましたし、まあこれを本当続けていくことでね、いろんなこう,うーん、シュートとかを打つことでいろんな え、攻撃のバリエーションがもっと増えていくのかなと思いました。相手としても、まあシュートなのかクロスなのかっていうところね、あの、対応が難しくなってくると思うんですけど、まあもう一個今日ちょっとあの、うんと思ったのはそのクロスのところで、やっぱりクロスに入ってくる選手が小泉一人だけだったりとかしてて、まあモーベルクのクロスに対してね、小泉一人だけってなるとちょっと厳しいよなと思って、 せっかくね、クロスに対しても。だからせめて伊藤ぐらいは入っていってほしいけど、まあやっぱ伊藤としてもタスクが多いんで難しい。だとしたらやっぱフォワードユンカーみたいなタイプを入れるしかない。ってなってやっぱユンカーが入ったらチャンスがあったので、まあユンカーのその回復度合いにもよりますが、やっぱ自節以降はユンカー入れてそこのあのクロスに対するポイントっていうのをしっかりと作った上でクロスシュートどっちもあるよっていう、えー、ところで。 あのー、見ていってほしいなと。で、その時にレッツは結構ね、シンプルにパスとかクロスを選択しちゃいがちなので、じゃあクロスを見せた後にそこで意表ついたシュートを打っていくとかっていう選択肢もまあ出てくると思いますんで、そこはまだ、あの、ちょっとこの先、えー、まだ見れてない場面ではあるので、ちょっと見ていきたい、見てみたいなというところではありましたね。うん。そうですね。まあだから、まあこ、結構あの、ユンカーが入ったことで縦に、え速、ー、いサッカーができてたので、 あの、一個の答えとしては、ああやってこう、この前の柏戦とか今日の広島戦みたいに真ん中対応された時にそういう選択肢も持ってるんだよっていうところがあるのは結構チームとしてはいいんじゃないかなと思いましたので、まあ去年も結構その形からね、あんまりこうボール握れてなくてもカウンターで1点とかもあったので、まあその <laughs>、 うーんそういう形を持っといてほしいなと。まあそれができればね、ユンカーが裏に走るだけで相手のラインも下がるので、結局真ん中が空いてボールを結局こっちも保持できるっていう、まあ結局ね、あのー、いいことにつながっていくと思いますんで、まあ、 相変わらずユンカーにはランニングをしてもらって、ま、あそのプレッシングのところとかがね、やっぱり問題になってくるのかなと思いますけど、じゃあそこまで前プレイやってるかって言ったら、確かにハメには行ってるけど、1対1でね、しっかりと。だけど、行けると思った時だけしかやってないっていうのがレッツなので、どっちかっていうと、まあ、ほんとゴリゴリに前から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 っていう感じでもないのかなと思いますんで、レッツの今のサッカーに関しては。だからそこはこう、そんなにユンカーに関しても、あのタスクとしては、守備のタスクとしては、他のゴリゴリに前から守備してくるチームよりは、まだ少ない じゃないのかなと思いますんで。えーと うーんー、ぜひユンカーをですね、次回以降も使ってほしいなと。やっぱあのー、シンプルにユンカーが裏へのスピードもそうだし、ダイレクトプレイが上手いんで、あのー、ね、一個ユンカーが右足で打ってほしいシーンありましたけど、エサカと二人で崩して、えー、あそこのシーンなんかも上手かったですし、ダイレクトでちょっと反らして、エサカに、あの、パスが行くようにっていう、あ、周り見えてるのもほんと素晴らしいなと思いましたし、あの後しっかりと自分もゴール前まで行くっていうのも素晴らしいなと思いましたし、うーん、まあ、 やっぱりユンカが入ることでの効果っていうのはだいぶ大きいなと実感した今日の試合だなと思いました。なので本当にこうユンカが出てきたこともありましたし、今日は本当にいい試合をレッツもしていたなと思いました。はい。なので、えっ、ー、と、うーんと、まあ、だからこうね、結局 J リーグで全然点が取れてないっていうのはあるんですけど、 ま、あやっぱ、シュート、ええ、を、今日、たくさん打ててたっていうところ。あとは、ええ、まあ、もうちょっとこう、ディフェンスをしっかりとかわしき、あの、かわしきった後にていうか、やっぱ、崩しきってシュートを打つっていうところが一番だと思いますんで、うんと、まあ、あんだけ積極的に打ててたっていうのは素晴らしいことで。あとは、え、そうやって、あの、レッツが結構バンバンシュートを打ってくるんだなっていう認識を相手にさせた上で、 あの、今までレッツがやりたかったね、そのゴール前でもパス出すようなサッカーをすればいいんじゃないかなと思いますので、まず第一にシュート、今日打った、打っていた、たくさん打っていたその姿勢を忘れずにですね、あのー、雨だからとか関係なくバシバシ打ってってもらって、えー、そしてね、あの、相手のラインを下げて、そしてクロスだったり、シュートだったり、いろんな選択肢を持てるように。 ななっっってほしいなっていいほしまああの小泉がやっぱで小泉がいたことでずっとね結構ぐる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 とボールもキープできてたしあの中央でえ真ん中からあのいいパスが出るっていうシーンもありましたんであの結構小泉が1個なんか柏木を彷彿とさせるぐらいのループシュート1個アイディア出してたんでやっぱ小泉が切れてきたああいうアイディアが出てくるとまあ意外性のあるシュートですよねまさに。あの そういう風な、えー、プレイもできてくると思いますので、まあ本当にこう、徐々に徐々にみんなが本調子になってきて、選手も揃ってきて、やっとかっていう、ここからかっていう希望が見えた試合でもあったのかなと思いました。はい。なのでまあ、あのー、まあ、ユンカーもそこまで9番タイプというわけではないですけれども、ただね、あの、今レッツの中に、レッツにいる中ではもう確実に、あの、点が取れる選手なので、 え、ここでユンカーをしっかりとえ使っていって、え、こっからね、上昇していってほしいなと思います。まあ、本当に今日は結構今後の希望が見える試合だったんじゃないのかなと思いますんで、さっき言ったように、その、あとは、あの、追い越していく動き、三人目の動きとかだったり、あの、ダイレクトプレイがね、今日できた時は結構崩せてたんで、まあ、広島ぐらい前から来てくれるとダイレクトプレイで一個剥がせると強かったりするんで、こっちとしては。なので、あああいう、こう、ところのね、成功体験っていうのを、こう、もちろん選手たちも、あの、してると思うんで、 しっかりと次につなげて、で、まあ、あの、ダイレクトで、こう、どん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 前でね、あの、崩していけるプレイが出てくれば。 あのー、そのバイタルエリアでいつも崩せないっていうところの解決としても出てくるかなと思いますんで、あとはさっきから言ってますけど、そのダイレクトプレイでせっかく崩せたとき、前でフリー、フリーで前向いて選手が持ってたときに、選択肢がシュートだけじゃなくて、あの、パスとかもあるよっていう、しっかりと次の選手が追い越してきてるっていう、その中でシュートを打ったりとか、えー、まあコースがいたらもちろん積極的に打ってほしいですけど、えー、中で、えー、周りの選手がもっともっとね、あのー、 こう、その、ボール持ってる選手をサポートするっていう姿勢がもっと見えてくれば、もっともっと良くなっていくんじゃないかなと思いますので、もう、ここまで来たらもう次々どんどん、あの、上がっていくだけだと思いますので、そこのしっかりと、あの、こうなってほしいなっていう風にね、ま、リカさんがどう思ってるかわかんないし、他の人がどう思ってるかわかんないですけど、僕としては、そこ。 次回以降、その3、あの、追い越す動き、ボール持ってる選手を追い越す動きだったり、裏に走る選手だったり、インナーラップをする選手っていうのが、出てきてくれればもっとより良くなるんじゃないかなと思いますんで、そこはリスクを犯してですね、あの、取りに行ってほしいなと。まだやっぱちょっとリスクを犯さないように攻撃してるなと思う場面もあるので、ちょっとそこはリスクを犯して攻撃をしに行ってほしいなと思います。はい。そこが見れれば次回以降もっと楽しくなっていくんじゃないかなと思いますので、えー、そこもね、ちょっと楽しみにしていたいなと思います。はい。ということで皆さんどう感じたでしょうかえー、雨の中の一戦だったので、普通のサッカー ではまあなかったですけど、えー、スタジアムに見に行った皆さんお疲れ様でございました。選手の皆さんも雨の中お疲れ様でございました。スタッフの皆さんもお疲れ様でございました。えー、ぜひぜひ皆さんの意見をですね、コメント欄に,に書いてくれたらとっても嬉しいですし、まあ試合中にさっき言ったように、あのみんなでこう、今のプレイこうですね、とかって言い合ってるラインがあるので、まあよかったらが、えー、概要欄から公式 LINE 登録できますんで、登録してみてください。えー、ということで、えー、本当にね、まあ徐々に、あの、徐々にっていうかこの前の試合よりは良くなってるし、あの、あの、い よくなっていくことをね、これからも期待できればなと思います。はい。ということで次回は勝ちましょう !We are nets! バイ y バイ